らんけど高本さん関西人かな、ね、いやちょっとねそれ気になるから11月に行ってこうかなと思ってさ、うん、なるほどね。まあまた一般的に、まあ、分かりやすい内容でまた CM 後ね、はい、ぜひお願いします。はい、そうなんだよね、歌舞伎町タワーかね、すごいなんか良さそうな感じだったから来てえなと思って、じゃあメール来てるので一回 CM 明けメール行きましょうか。ああメールね、新宿といえば食堂の現場で、しかしヤンバル食堂ってあるのかな。スタジオアルタの裏手にある。だったら歌舞伎座あとかな、駒劇場だとかな、アルタの裏だったら。アルタ懐かしいね、 笑っていいともやってる時にアルタの向かいのバス停にいたらモニターに映ってたものができた。俺たちスポーツの遠征で行ったから、まあユニフォームっていうかジャケット着て並んでたわけよね何の団体かなっつって見たじゃない。まあいいですね、懐かしいね、笑っていいと思う。新宿でも3年間働いてたからな。そうそうそう、ロータリー前ですね、新宿のね花園神社の向かいで働いてました僕はね。花園神社の横には、今吉本興業の本社があるよね。元小学校かな、小学校か中学校後、買い取って吉本興業の本社になってて2回ほど行ったことあるけど、うん、そのまま校舎を利用してる。で中には普通の芝生があって、なんか野菜栽培したりとか、みんなそこで練習してるみたいね。あ、花園神社行ったことありますよ。そうそう、花園神社前にね、ちょうど Y の字になってるんだけど花園まんじゅうっていうのがあって、その向かい側に今はなんかな、柳瀬かなんかの車のショールームになってるところ、そこが僕が働いてたところなんだよね、前。スポーツロードというゴルフショップがあって懐かしいね。まあ新宿って言ってもちょっと外れの方だけどね。あ、お腹空いた、入った、何食べよう今日夕飯食べてきてんの？僕ですか？夕飯っていうか、僕お昼に起きるので起きてすぐご飯を食べて、帰るときにまた食べて1日2食です。え、夜中夜食べるの？夜食べます。その代わりだから1日2食間を抜きます。はあ、間抜くっていうのも珍しいね。やっぱりなんか糖質がないと僕は頭が回らない感じがするので、家では必ず起きてすぐ食べるんですけど、うん、あ、高本さん、下の階のカレンさんもいるか。もうカレン行ったんだね。カレンの隣に美味しいカレー屋さんもできてますよ。今度行こう、カレー。めっちゃあの香りが気になる。キーマカレー食っちゃう。マジで、これカレーの話したから余計お腹空いてきたよね。やばい、放送中にこんなお腹空くってあんまりなかったけどな。
私が滞在したところはまだ工場。ああ、そっか。ああ、カレンの隣ね、カレー屋さんができましたよ。あの香り誘われるんだよな、あのカレーの香り、本当に。はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしてます。あ、来月スタジオに来るんだね。はい、メールも届いてますね。はい、キャン君お願いします。はい、じゃあ僕の方で読ませていただきます。はい、バウハウスさんからのメールです。はい、グッドイブニング。グッドイブニング。お休みが必要なリッキーさん&キャンさん私は、未だに台風後の家のリフォーム工事をしながら聞いています。ほう。朝買い物行きましたが、物価高で以前普通に買ってた商品買えません。あらら。テレビでは100万円の壁やたら報道ありますが、うん、中小企業経営者はピンポイントの支援より、うん、消費税を廃止してほしい。これはね、インボイス制度も、うん、導入すれば倒産がシャリにならないぐらい増えると専門家。増えてるね、もうね。もう実際あの給食の会社が潰れたりとかしてますよね。うん、話は変わりますが、うん、ショッキングな動画を発見。あら。皆さんはハワイ州オアフ島の火災が意図的に起こされたとしたら信じますか？地上波では断片的にしか報道されてませんが、アメリカなどの大富豪が仕掛けた人為的火災と、決してデマではないはず。どうですかね。やばいよあれ。かなり亡くなってるよね、1000人ぐらい。いや、とんでもないんですよ、ね、あれ一応落雷が原因じゃないかって報道がありましたけどね。あったけどね。はい、落雷で電線が切れて、うん、そのショートから火災が起こったっていう。これ放火だったら大変なことだよこれ。はい、火災、死刑だよ死刑。火災警報器が全然ならない、プラスなぜか、うん、消防隊員さんの活動が抑えられていた。うん、一つしかない道路が警察によって通行止めに。後から、上から誰も、通行させるなと命令があったと。動画のコメントでは、なんてひどいことを、昭和の時代にあった地上げ屋と変わらない、土地を奪うために放火、観光地としても有名で1日の損失額が20億円とも。地上波のニュース、なぜか2000人の子供が行方不明。皆さんはどう思います？ということでメールが来ておりました。ちょっとね、都市伝説っぽい感じの匂いもするけど。そうですね。まあでもね、真相はどうなんだろうね。まあこういうやっぱショッキングな出来事があった後って、皆さんやっぱりなんかちょっと情報気をつけてほしいなっていうのは、うん、未だに首里城のこともなんかいろいろ言われるじゃないですか。うん、なんか結構都市伝説ってそういうのによりやすいんだなって。そうやね。はい、やっぱり、まあ、気をつけていただきたいのは、まあ、真実か真実じゃないかどうでもいいんですよ。うん、自分に関係ないのであんまり考えすぎない方がいいかなと思います。あまりそこによりすぎるとやっぱりいらない情報まで入っちゃいますからね。そうね。日頃からなるべくね、ネガティブな情報を排除して、はい、まあ、プラス思考でね、明るく、周りにも明るい話題で元気になってもらって、笑顔になってもらって、はい、楽しくいきましょうよ、ね。そうです。はい、ということで、まあ、さっきのお話の続きなんですけど、はい、うん、まあ、フランスでね、まあ、日本の国家事業、まあ、かなり三菱重工とかさ、相当なもう大手が、そこに入って、ものすごいでっかい機械だったんだよね。ヘリカルで大きな機械作るって本当すごい時代ですよね。ものすごいこの、ドーム型になってて、はい、でそこでホリエモンが現場の人と話を聞いてるわけよ。すっげえでっかいんだよ。でこのでっかい施設、このホリエモンが立ってるその現場の、まあ、技術者がこう立ってる場所、はい、これ全体が封鎖されて、そこが真空になるって言ってたんだよ。
もうめっちゃでっかいこの器の中がさ、はい、真空にで真空にする期間あこの時間が1年かけて真空にするっていうんだよね。1年かけてこの中を真空にしてそこでなんかねあのプラズマを起こして、人工太陽を作るって言うんだけどこの事業をねイーターっていうらしいんだよ。イーター、イーターですね。イーター、はい。あ、イーター、え、イーター、イーターって食べる人みたいだけどね。イーター、イーター事業らしいんだけど。I T A でしたっけ？うん、I T E R。I T R。I T E R、イーター。で、これね、気になるところが、まあ温度をね、1億度まで上げるっていうんだよ。1億度ってとんでもないですよ。1億度って、何？あの、100度でお湯は沸騰するじゃん。はい。なんか、1000度と何千度で鉄は溶けていくじゃん。はい。で、1万度でもないんだよ。はい。1億度だよ。はい。こんな温度ってあるの？いや、太陽の本当に中の温度ですね。1億度ぐらいあるのかな。はい。だから本当に人工の太陽を作るんですよ。いや本当にねその中を真空にして1億度まで温度を上げてで原材料が海水、うん、でプラズマを起こしてはまあ1億度って言いますけど、うん、本当にものすごく小さい範囲内での1億度ですからね。厳密には1億5000ドらしい。はい。わけわかんないよね。だからすっごい圧縮してるんですよ。あの太陽の表面って5000度ぐらいしかないですね。でも太陽の核ぐらいもう本当に中心に近いところはそれぐらいの温度あるんですよ。いや人間のに人工的にさこの1億5000度っていう温度が作れるっていうこと自体がもうすごいよね。だからそれぐらいの温度にならないと物質というかこの電子とかもうだから1億5000度だったらもう自由にバーッと飛び交ってる状態です、うん、もう子供たちがやーッって飛んでるようなあんな感じですね。ものすごい勢いでプラズマが起きてでそこで、そういう方法で発電すると、はい、いやもうほんと想像つかないんだけどこれ日本の技術ってすごいね。いや本当にすごいです。これをちゃんと安定的に持続しようっていうと試みなんですから。うん、だからあ分かるように鉄とかでも溶けちゃうじゃないですか。うん、だからそれを安定させるためにじゃあなんでそんなことができるかって言ったらさっき言ったヘリカルとかそういうトカマクっていうのは電磁波で中に閉じ込めて外の隔壁に触れないようにしようってことなんです。うん、難しい。外の容器に触れちゃうとそこ溶かしちゃうので、うん、安定してそのまま継続できないじゃないですか。うん、それさその、 あの壁をさ、はい、あの何て言うかな、水性水の鉄の壁とかっていう表現してたけど、はい、意味よくかな。金属の液体で覆ってでそれで熱を回収してもうこの技術ってすごいな、はい、でそれがさっきあのでっかいあの建物の中これがあの封鎖されてそこが1年かけて真空になるって言ったじゃん、はい、それを8個作るらしいんだよ。そうですそうです。8個どんな巨大な山だよ。だからそれをこの8個をくっつけてドーナツにするんですよ。おお。こう中に空洞ありますよね、うん、この中の空洞がドーナツ状になるんです。あ、そういうこと。そうですそうです。あ、このでっかいこの一つの真空が、別々に8個あるわけじゃなくてそれをつなげてドーナツの、ああ、ドーナツ型っていうとあれだ、あの重粒子線治療とかで使う、はい、あのがん治療の、はい、あれもドーナツ型だもんね、はい、あ、そのドーナツ型で、はい、もうバチ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 もうわーってもう、はい、
だから太陽作るって言っても丸い太陽作るんじゃないですか、うん、ドーナツ型の太陽作るんですよ。いやそれでねえ、電気代がタダになるぐらいのものができたらすごいよね、はい、まあエネルギー戦争なくなりますね。戦争する必要がないんですもん。いやもうこれはね、多分例えば何かネットで調べるときはイーターって調べたらいいのかな、はい、ITER イーター、もしくは、核融合発電、これでね検索すると出てくるかもしれないね。ちなみにイーターはトカマク方式ですね。トカマク方式、はい、イーター、これ事業の名前自体がイーターっていうんじゃないの。事業の名前自体はそうなんですけど、うん、イーターで作るこの核融合炉はトカマク方式の核融合炉になります。ヘリカルじゃないんだ。ヘリカルじゃないですね。へえ、まあね、難しすぎて大丈夫かな聞いてる人だから今ちょっと僕も反省したんですけど、うん、さっき物質のこの振る舞いを話すときに、うん、子供に例えればよかったなとそれだったらこうわーってやってる様子とかっていうのがプラズマだよみたいな言い方の方が分かりやすかったかなと思います、ね、ボール持ってる子供みたいな感じですかね。だからプラズマになるともうボールも子供も飛び交ってるみたいな状態です。じゃあ2050年頃まではもう実用化されそうなんだね。そうですね、今そちらを目標に2050年2060年頃を実現するんじゃないかっていうところで、ただでも夢物語だったんですよ今まで、うん、なかなか越えられない壁があったんですけど、ここ数年でかなり壁を越えてきたので、うん、この、国家事業のイーターのこの施設がね、はい、完成するのが2035年あたりって言ってるんだよね、まあ、実用化されるのが2050年ぐらいってことかな、まあ、それぐらいだと思います、うん、今実験機なんですよ、うん、で、まあ、実用化ちゃんと発電所として稼働しますよっていうのをその2050年頃の目標として、あ、まずは作ってやってみてみたいな、で安定化させて安定して継続してプラズマが発生させきれます、うん、問題ないですっていうところの確認作業です、うん、それにそれぐらいかかるんじゃないかと。原料が海水っていうのがすごいね。そうですねでしかも海水をそのまま使うわけじゃないですか、うん、海水の中に含まれる水素を使うわけですから、うん、全然いっぱいあるわけですよ、うん、もうなくならないですよ人類がどんだけ使おうなるほど。でまたヘリウムとか使うってなってくると今度月からも持ってこれるので、うん、まあ列深呼吸の話題としてはちょっと難しすぎたねちょっとやっぱり皆さんついてこれない方もいらっしゃったかなとは思いますけども、まあでも夢のある本当に新技術で、うん、同じ核って名前ついてますけど、もう本当に原子力発電所と全くの別物ですから、うん、これは本当に応援してほしいなと、うん、本当に生活が変わります。うん、また、まあ、話ちょっと変わるけど、新技術って言えばイーロン・マスクがね、はい、あれ知ってる、今トンネルを結構あちこち地下トンネル掘ってて、はい、で真空にしてハイパーループさすが知ってるね、はい、あれもう実現させようとしてるね。まあ今実験は成功してますからね。ね、完全に本気だね、はい、あれだってさ、例えば、東京大阪間の新幹線で今どのぐらいなの、2時間半とかそのぐらいなのかな、はい、それがもう20分とか、はい、もうあれ、1000キロぐらい出るんだっけ。そうです、真空なんで音とかそういう空気抵抗とか気にしないでいいんですからね、うん、マッハ1で、はい、あれだよね、磁場で浮かして、はい、ヒュンっていくんでしょだから日本でもしやるとしたらリニアモーターカーは今建設中じゃないですか、うん、そのリニアモーターカーの、
まあ、通るところをすべてトンネル化して真空状態にできるんだったら、うん、リニアモーターカーをそこまで加速させることが可能になるんですよ、うん、これ高坊さんが人間の体は耐えられるんですかってあるけど、まあ、加速の仕方ですよね。もう徐々にブーンっていって、はい、だん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 速度開けば人間の体も速度ついてくるからね、はい、そうですそうです。まあ何ていうの、 F 戦闘機とかでもね、はい、急激にガッてやっぱ G が感じるけど、はい、徐々にスピードを上げていけばそうではないと。だからハイパーループって空気抵抗がないので、うん、おそらく乗り心地的にはエレベーターが近いかなと思いますよ。だはずね、はい、ちょっと耳がふーんってなるかもしれないけどね、はい、まあまあ高低差がないので耳も大丈夫だと思います。あ、そっか、気圧関係ないか。はい、はあ、すごいね、ハイパーループ。はい、これもこれは十数年で実用化されそうだね。そうですね、まあ、うん、今韓国もなんか自国で打ち出したらしくて、うん、で日本企業もいろいろ多分目指してるところあると思います。イーロン・マスクがやるのはあれ、ロサンゼルスからラスベガスまでもう何分かで行くっていう感じでしょ、ハイパーループ、はい、すごいね。リニアモーターカーは愛知県がいろん出してるので工事が止まってる。あ、静岡じゃなかったですかね。ああ、そうなんだ。まあまあどっかがね判定するとそこで止まっちゃうからな。なんかちょっとしか触れてない県が工事を止めてるんですよ。いるよねそういう人いるよね。もうでっかいこの都市計画でさ、はい、なんか一軒だけこっちにも駅を置けとか、瓦屋がポツンとあったりとかさいやー、そういう人もいるんだね、反対してね、うん、まあでもいろんなね最近偉人の話聞いてるけど、イーロン・マスクのね、テスラで元働いてた従業員の、はい、インタビューとかあったわけよ。3人ぐらいいて、とんでもないねあの人ね。いやー、ぶっ飛んでますよ。リーマンショックの時に、はい、このテスラとスペース X がもう潰れそうだったらしいんだよね。でロケ、まあ何、宇宙ロケットもさ、4回失敗して、でもう5回目はもう資材全部つぎ込んで、これが失敗したらもうテスラもスペース X も終わりっていう時に打ち上げ成功して、でそのままヒュンって戻ってきて、でそれで NASA がどれぐらいかな、あれ150億ドル出したんだっけな。それでテスラとスペース X は復活したみたいな、もう最後の最後の賭けみたいな。すっごいね。でも夢がありますね。夢がある。だから従業員みんなついてったんでしょうね。だけどさ、ウォーレン・バフェットとかさ、はい、有名な投資家がいるじゃん、世界的有名な、はい、絶対イーロンの買わないって言ってるね。怖いんだろうね、だからとてつもないことするから。もう私読めないですもんねでもね、無名な投資家がいるわけよ、はい、この人はもうイーロン大好きで、もうバンバン投資して死ぬまで売らないとかって言ってる人がいるけど、あの人は化けるかもしれないね。だって今世界一でしょ、はい、イーロン・マスク、はい、いやー素晴らしい。ギャンブラーだね、ギャンブラーっていうか、もう本気で火星にね、はい、住もうっていうか住む場所を作ろうとしてるもんね。だから投資ってまさに誰を応援したいかだと思うんで、うん、なんかそのやっぱり無名な資本家の方も、うん、応援したいからこそ、うん、投資したんでしょうね。ツイッターも買収してさ、今 X になってるんじゃん、はい、あれももう1000名解雇して、はい、でその後もまた、自主退社で200名ぐらい抜けたりとかして、まあ X を立て直すためにずっと会社に泊まってたみたいね、寝袋で。あそういう人らしいよ、イーロン・マスクって。結構有名ですよね、うん、テスラの立ち上げとか大変な時も、はいはい、ずっと会社で寝袋で寝てたって。なんか僕昔見たことあるのは、会社で寝泊まりしてて、
あまりにも暇つぶしをするためにあの火炎放射器作ったとかっていうのを見ましたけどね。まああの人もね技術者だからね、はい、あきなりさんありがとうございます。お茶ありがとうございます。いやそのうち本当にアイアンマン作っちゃうんじゃないですか、うん、だってイーロンマスクがモデルなんでしょ、はい、アイアンマンってね、はい、いやマジでねあの人のね偉人伝聞いてたら、はい、なんかワクワクするね。ワクワクします。本当何してくれるんだろうっていう。いやいや今本当にいい時代ですよね。ワクワクする新技術いっぱいあるんで。あのねだから来週もこういうお話できたらいいなと。やるか、はい、ちょっとあの一般的に分かりやすい話しようか、はい、来週はね。はい、ということで今日もね、高本さんもね、ひふみさんも皆さん、じゅんじゅんさんも、あきなりさんもありがとうございます。はい、また来週、来月お届けします。それでは皆さん来週までお元気で深呼吸してくださいね。はい、ということでさようなら。